はですね、本当にね、こう人間関係っていうかさ、こう人が絡まないとさ、なんでこんなに平和なのかね本当にそう思うよ、こうやってさ、休みの日に一人でね、オートバイで走って、山の中をね、こう、一人でね、ポツンと、こうしてね、なんていうのかな、こう気が向いたら、その辺に泊まってね、のんびりしたり、こうして動画をね、撮り始めたりして、過ごすっていうのは本当にね、なんていうのかな、本当自由を感じる。で、そうだな、本当にね、最近一つね、思うことがあって、それは本当に生きにくくなってるよね、今の世の中って。皆さんそうじゃないですか。本当にこう生きてて、生活してて生きづらいなーって、生きていくのがこうなんていうのかな、生きにくいっていうか、そういう世の中になってきてるよなーっていうのはね、思います。ただやっぱり人と絡む時だけなんだよね、そういうのって。なんでこんなに生きづらいのかね、本当に、不思議に思うくらいです。はい、ということでね、こうやって誰もいねえところをねオートバイでね、走ってる時が、俺一番こうストレスがないかな。人と絡むってことはね、なかなか、これたとえ、家族であってもね、多少なりのストレスっていうのは感じることがあるのかもしれないよね。でもね、本当にさっきも話したけど、世の中っていうのはこう生きにくくなってますよね。これね、なんでこんなことになってるかっていうことをね、ちょっと俺なりにね、ちょっと考えてみたんですけれども、やっぱりね、こう思うのは、今なんていうのかな、いわゆるその情報社会じゃないですか。で、個人が、情報を発信できる、気軽にね、発信できる世の中に今、なってますよね。で、昔ってじゃあどうだったのって、思ったんですけれども、やはり昔っていうのは、情報を発信するというのは、やはりこう新聞社であったりね、例えば週刊誌であったり、それからあと、一番大きいのはやっぱりテレビかな。そういった、メディアって言われるようなものなのかな、そういったものからこう一方的にね、僕らが、こう与えられていた情報っていうのかな、住んでいたわけですよ。でも、今ってじゃあどうなってるかっていうと、そうじゃないんですよね。本当に、ある意味、人間一人一人がね、こう世界に向けていろいろなことを言ったり発信したりっていうことが、できる世の中になってるんですよ。で、これね、非常にいいことだと思うんですよ、個人的にはね、これは本当に素晴らしいことだなって、じゃないとね、やはり、昔はね、例えば、ドイツでもね、日本でもいわゆるそのファシズムっていうのかな、軍事主義、みたいなものが、国をね、こう牛耳った時代っていうのが、ありました。でも、そういう時っていうのはやはり、こうジャーナリズムというかね、そういった、新聞ですとか、テレビですとか、そういったものがある意味、ジャックされていた状態だと思いますね。一つのその何ていうのかな、国の意思としてね、そういったようなある意味洗脳がなされていたと思います。でもできたんですよね、当時は。なぜなら国民一人一人の口なんていうのは完全に塞がれていたからなんですよ。今のようにこう誰もがね、スマホを持って、もしくはパソコンを持って、そこからインターネットを通じてね、世界中に、情報やら自分の考えやら意見やらを発信できるなんてことはできなかった。だからこそできたんですよ、そういったようなことは。で、今やろうと思ったって、いわゆるその日本ですとかねアメリカですとか、そういったような、こう比較的自由な国っていうのは、できないでしょう、それをやろうと思ったって。
まあね、某近隣のアジアの国とかではまだ未だにそういうことをしている国もありますけれども、そういうところっていうのはやはり当然ですけども、個人のそういうね、言論とか、考えとかそういったようなものっていうのは当然検閲ですとか、封鎖されてますよね、はい、封じ込められているはずですよ、はい、ですので、それはね決して悪いことだとは、思いません、むしろいいことでしょう、はい、ただ、弊害っていうものがねどうしても出てくるんですよ、でじゃあ何がこれ弊害かっていうと、やはり一人一人が自分の、まあ、というか自分なりの意見、というものを、言えるようになったっていうことによってね、俺が生まれたっていうのが、こうなんていうのかな、他人の考えであるとか価値観であるとか、そういったようなものの、否定だと思うんですね、はい、これがやはり今の世の中を俺は一番生きにくくしているのかなっていうふうに思います。でさらに、その個人の否定プラスメディア、そう先ほど言ったような新聞テレビ、そういったようなところが、こう相乗効果というか複合的に混ざり合わさって、本当に身動き取れないような窮屈な状態になっているのが今の世の中なんじゃないかなっていうふうに、空の目は、思うわけです。現在、まあ、とある病気が、いろいろ蔓延しておりますけれども、これに関してもね、まあ、前回の春の時もそうでしたけれども、人になんていうのかな、こう自粛を強要するっていう人たちが出てきますね、はい、でこういう人たちって、その例えばですけど緊急事態宣言が出た春はね、非常に他人を監視して、他人の行動を縛っていたわけです。で解除されると、まあ、真っ先にというか、はっちゃけてましたね。空波の知ってる人間でもそうですよ、はい、でもまたさらにねこの冬にね、同じように緊急事態宣言が始まると、また、同じように周りを監視し始めて、周りの人を批判し始める、まあ、こういったことがね、本当に世の中を生きづらくしていると思います。まあ、なんていうのかな、こう明らかにね、例えば自分が陽性なのに、マスクもしなくてね、たくさん人が集まるところに行って、わざとこう広めようとするとか、まあ、そういうのは本当に言語道断ですよ。でも、一人一人がどのように自粛して、どのように考えて、どのような自衛策を取るかっていうのは、僕はこれはある程度こう幅が当然あってしかるべきだと思います。で一律に他人が、強要して、それは、するなとか、そんなことをしてするやつは許せないだとかって言われるような筋合いの、ことでは、僕はないと思いますし、でこれはねそういったこの病気の話だけではなくて、まあ、例えばいわゆるその、まあ、いろんなものにね、マイノリティって、あるじゃないですか。マイノリティの話でもそうですよ。でいろいろな、まあ、趣味ですとかね、はい、そういうものもありますし、性別ですとかね、そういった意味でのマイノリティっていうのもあります、でも、そういったような、ものをね、同じように、こうなんていうのかな、差別するとか毛嫌いするとか、そういったような反応もねあまりにもちょっとヒステリックなような気がするんですよ、まあ、例えばこれこの間これはっきりはね詳しくは読んでないんだけれども、とあるね、まあ、これコンビニかな、が、まあ、そういったような、ブランドというか、まあ、お弁当のようなものなのかな、そういったようなものを、こうショップに、出し始めたらお母さん食堂っていうのはやめてくれと、まるでなんていうのかなこう、ご飯を作るのがこうお母さんであるっていうのが当たり前のように表現されてるみたいなことが書いたっていうような気がするんですけどそういうのはねちょっとね、明らかに行き過ぎでしょう、
うん、そういうふうなことを言う人たちに、俺は一言言いたいんだけども、あんたらね、そんなことをそういうようなところまで言ってたら自分で自分の首を絞めていくぜ本当に、そんな細かいところというかそんな正直どうでもいいと俺は思うんだけど、そういうようなところ、まあ、本当に大事なね、差別につながるとか、本当にそういったところで声を発してもらうっていうのは俺はありだと思うんだけど、そんな細かいところをつつき始めると、そして否定し始めると、本当にいろいろな人が、同じように、声を上げ始めるっていうことですよ。それを誘発しますよっていうことは、あなたはそれで、一つすっきりするかもしれませんけど、それを言ったことで、でもあなた自身もそれを言ったことでどん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 自分の周りが、狭まって包囲されていきますよ。針のむしろのような、状態になっていくと僕は思うんですよ。ですから、人のね、主義主張とか、考えとか、また、そういったなんていうのかな、マイノリティのような話もそうなんですけれども、僕自身もこれそうなんだけどね、僕や、あなたが、なんていうのかな、許せない、はい、と思った、こと、はい、それをあなたもする必要はないんですよ。あなたがする必要はないんです。で、あなたもそれを受け入れる必要も別段ないんですよ。自分が、どうしても嫌だというものであれば、これも自由なんです。受け入れる必要はないんですよ。ただそういう考え方の人もある、そういう主義主張の人もいる、そういうような人もいるということを、理解、はい、できるようになればいいと思うんですよ。受け入れる必要はないんです。はい、そしてあなた自身も、その考え、その主義主張、その趣味に、同じように、同化する必要もないんです。許容する必要さえないんですよ。ただそういう人もいるということだけ、理解してほしいんですよね。はい、僕は、それをするだけで、世の中っていうのは、だいぶ生きやすくなると思います。はい、本当にね、そこを間違ってしまっているというか、本当に自分のね、自分と違う考え、自分と違う趣味、自分と違うような、行動、これを、徹底的に否定するがために、どん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 、じゃあ否定された方も、じゃあ俺もこれが気に入らない、じゃあ私もこれが気に入らない、これをやるがためにですね、どん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 、本当に、それぞれ皆さん、国民一人一人がね、お互いを監視して、批判するような、なんかそんなね、本当に生きづらいなというか、針のむしろの上に座らせられているような、そんなような世の中に今、なってきてしまっているんじゃないかなっていうのを、これね、改めて、僕は思います。要するにね、そういう考えの人もいるっていうことをまず理解して、あとはスルーですよ。どれだけスルーできるか、そのスルー力っていうのが、これからのね、これだけこう SNS とか、情報が氾濫している世の中で、世の中をね、少しでも生きやすくするというか、そういうことに対しての僕は、スルーということが、ヒントだと思いますね。